前受け1番蛭田達也を並んでかわして、今度は3番一戸が先頭に立って切りました。2番菅原大也がさらにこの関東勢を切る動き、1番蛭田達也も外へ出そうという動きになりましたが、構えます。菅原先頭、4番福田智也2番手、3番手6番田中貴彦、主導権南関勢です。ジャンで少しピッチが上がりました。仕掛けようとしている1番蛭田達也、6番手からかましの攻撃ですが、菅原も前を向いて踏み込みを始める。中段は関東勢です。残り1周切って1番蛭田達也の反撃、2番手の外に来ました。逃げる2番菅原大也、これを捉えるか。1番蛭田達也、福田智也の仕事があって3番手ソル止まりました。先頭は菅原大也、逃げて4番福田智也が番手の位置、あとは1番蛭田達也3番手とどまっていまして、あとは外切り替えて5番小川城太も追い込んでくる。インコースからは3番一戸康弘、さらに最高峰から7番飯島のるきも追い込んでくるが、前は南関東勢4番福田智也が降臨。4番福田智也と逃げた2番菅原大也、上位人気の神奈川両者の一着争い。